ちゃん。こんにちは。さゆたかさん、刻一刻と WBC の3月9日開幕が近づいてきます。本当だね。ワクワクだな。ワクワクです。もう楽しみでしょうがないし、もうあの優勝トロフィーを誰がこうあげるのかっていう、ね、そこまでもう楽しみは進んでるんですね。いや、楽しみだよ。そうですよね。まあ、ダルビッシュになるのか、大谷になるのか。そうですよね。2人がこう掲げたら誰も手が届かない。背が高すぎて誰も届かなくなっちゃいますが、そうそう、はい、まあ、3月9日もちろん試合も楽しみなんですが、はい、となってくると、じゃあ先発ローテーション、うん、先発どのように組み込んでいくのかっていうところが今ファンの間で、で栗山監督も楽しみにしてくださいとずっとおっしゃってるので、言えばいいのにな。だって代表なんてポロ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 さ、1月の26日の前にポスターの関係があるからってポロ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 言いながら、もう堂々としてもうこれでいくよみたいな、まああんまり言いたくないな。手の内明かすのもあれっていうのもあるでしょうね。さあどうなるかということで、3月9日の中国戦、翌日韓国戦、その翌日チェコ、そして最後オーストラリアという順で毎日4試合連続です。はい。さあどこにどこを、まあ、もう投手というとダルビッシュ投手、大谷投手、それから佐々木朗希投手、山本由伸投手、まあ、この4名をどのように、そして第2先発もどのようにとなってくると思うんですけど、そうだね、はい、ダルビッシュか大谷だと思う。開幕は俺やっぱりダルビッシュで行くんじゃないかと思うけどね。それは中国とか関係なく、関係なくやっぱこう大会のオープニングだからさ、はい、まあ言えば開幕投手、はい、俺はやっぱ経緯を考えると、うん、ダルビッシュかなと思う。で対する中国も、まあ、YouTube などで上がってるのは過去最強の中国代表とも言われていた、はい、あの元ソフトバンクの真砂選手も代表に、ね、はい、選ばれてます。あとピッチャーが違うからね。そうですね、ピッチャーが今回、メジャーマイナー 3A、まあ、マイナーだけどもさ、はい、アランカーター、はい、分かんないよね。でも、うん、第1ラウンドって球数制限が65球ですよ最初、はい、だから本当に5回投げれないと思うんだよね。いわゆる65を5で割ると、うん、大体1イニング13球ずついくっていう、うん、ことになります、ね。まあ、そんな日本簡単に収まらないよ13球みたいな。あ、だからまあ5回いかないと、ね、第2先発が誰かっていう同じようなタイプがいればさ、はい、それはやっぱり嫌だよね。いや、そうですよね。いや、どうやって点取るとかさ、うん、まあ、いろんなことはあるだろうけども、まあ、そんなに中国って言っても、うん、選手がいるわけではないでしょ、うんうん、パーンと並べた時に、まあ、それは ね、歴代最高かもわからないけども、はい、やっぱここで変化は必ず起きるわけだから、ピッチャー交代というね、はい、うん、でもあんまり油断するとな。そうですね、あのオーストラリア戦みたいな、いや本当そうだよ、あのアテネの、まあ、はい、だけど負ける相手ではないと思う、まあ、こんなとこで負けてるようでは。そうですね、世界ランク、ね、世界一なんかもうとてもじゃないけど無理だよ。確かに、まあ、ただやっぱ初戦でスムーズにいきたいっていうのもあるでしょうし、う、ここはいい勝ち方を、いいスタートを切るためには、うん、はい、まあ、ある程度打って点取って、はい、うん、次の韓国戦を迎えたいという、ね、ですよね、はい、例えばこれがダルビッシュ投手ってなってくると、豊さん的には何イニングまで計算的に、いや、ダルビッシュが、うん、まあ、見せ玉というか、うん、そういうのはあんまり使わないでポン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 投げてくれるんだったら、うん、5回ぐらいまでは引くような気はするけど ね、 ただやっぱ前に飛ぶかどうかなんだよ。ああ、中国の、そう、無駄にファールとかなってくるとさ、球数だけ増えちゃってみたいな。確かに、もう3球三振3球三振でいい。一番いいんですけどね。まあ本当にそうですよね、うん。さあ続いて翌日の韓国、まあプール B ではやっぱりその韓国が中でも一番、まあまあそりゃそうだね、はい、あの世界ランクも、うん、4位、4位、はい、でピッチャーもそこそこいますバッターも、まあ、いいのがいい、はい、でパワーヒッターも多い、はい、そうだね、メジャーリーグ組もいますからね。まあここは大谷、もうここは、はい、やっぱ大谷が韓国戦で投げたその印象っていうのをさ、すごく残ってて、はい、手も足も出なかったんだよね、うん、韓国のバッターたちが。だからそれ考えるとやっぱこう強烈な印象を与えておきたいよね、もう韓国戦に、まあ、うん、ただ大谷がその状態にあるかどうかっていうのがね、はい、まあ、多少問題はあるけども、うん、それじゃなかったら佐々木朗希でもいいし、山本でもいいし、お、そうなんですね、ここは柔軟に、うん、あ、だけどまあ大谷が硬いと思うよ2戦目は、うん、まあ、例えば大谷の出来がそんなにまだ調子が上がってないって言ったら中国戦に投げて、うん、ダルビッシュを韓国戦ということでもいいと思う。
それはそうですよね。練習をちょっと見てっていうところになってきますよね。そう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 。だから、まあ、ここら辺はどちらかが1番手2番手だとは思うんだよね、うんうん、だからダルビッシュの状態っていうのは例えば栗山監督も宮沢の危機の時からね、はい、把握してるからもう分かると思うんだよ、うん、だ大谷っていうのはアメリカでやってるから今、はい、で帰ってくるわけでしょ、うん、そうなってくると状態っていうのがちょっとつかみづらいよねまだね、はい、だからそういう意味ではまだ決めれないっていう、うん、楽しみにしてくださいっていうのは、はい、まあ、そういうことも含まれてると思うんだよ、うん、やっぱ状態見てみなきゃ分からないという。そうですよね。 その状態によって本当に短いイニングになってしまった場合はやっぱりその中でちょっと長いイニング投げられる第2先発の投手を持ってこなきゃいけないと思いますもんね、まあ、そうだね、はい、あと牧原ひろみさんが韓国戦はこうなったらダルビッシュ投手と大谷投手ダブルでいいんじゃないかっていうふうにもいう案も出てました。牧原さんは、まあ、それを彼が見てみたいんじゃないのと思うよ欲張りでねそれは豪華ですよね。それはね豪華だけども、はい、敵は韓国だけじゃないしね。まあそうですね。でここはもう抜けるという体で考えとかないと。確かに確かに、うん、だから、まあ、どちらかが一番って、ね、状態がいい方が韓国に行く、韓国に行くってことですね、はい、でその翌日今度チェコ世界ランキング15位、うん、はい、まあ、山本由伸で行ってもいいんだけど、うん、なんかもったいない感じがするんだよね佐々木朗希投手ももったいないですけどね。もったいない感じがするんだけど。そうですよね。まあまあでもしっかりして調整させたりだとか、はい、いろんなこと考えると由伸、佐々木朗希、オーストラリア戦がね。あ、この順番ってことですね。まあそうなるんじゃないかなっていうような感じだけどね。まあ、チェコは国内所属の選手全員が仕事を掛け持ちしながらプレーしているある意味二刀流。それ二刀流っているのかよ。あの仕事と野球の二刀流。チェコ国内でやってる。多分チェコの国内あるんでしょうね。でも本業は仕事があるので。これ監督誰なんだろうね。監督はどなたなんだ。俺なんか教えに行ってみたいよね。あ、でもそういうのいいじゃないですか。チェコにあの普及っていう意味で。そうすると強い国がねどんどん出てきて。いや出てくるかどうかは分からない。文化的にはもうサッカーだから。あ、チェコはあ、そりゃそうだよ。ヨーロッパはね。そうなんですね、うん、でメジャー経験者はいるんです。一人。ああ、はい、一人ということで、まあ、注目なのが内外野守れるエリック・ソガード選手、元メジャーリーガー、ただ36歳というところ。まあまあまだ動けるとは思うけどね、はい、うん、でもやっぱね野球が怖いのは、はい、いいピッチャーに当たるとそんなに点が取れない、うん、逆になんかランナー溜まっちゃったと、はい、ね、そこで例えばさ元メジャーリーガーのエリック・ソガード選手、はい、あのなんかそこ1本ホームラン出ちゃったよ、で満塁ホームラン出ちゃったよみたいな、そういうことがあるからさ油断できないですね、まあ、気をつけないといけないっていうことだよね。そうですよね、うん、一応その中国の世界ランキング30位よりかは15位なので上なので、うん、チェコもうかうかしてられないっていう、まあ、そうだね、ことになって。中国が30位でチェコが15位な、はい、逆にあの25位とかいたんですね結構野球ランキングって。いやなあ、はい、30位って他にどの国があなあ30カ国もっていう。まあでもヨーロッパの方もイタリアだとか、はい、イギリスとかもあるし、まあ、フランスとかもあるんだろうね。あ、だってフランスもムッシュ吉田さんが教えに行ってたもんね。あるはあるんですね。ある、うん、だからあるんだよ。そうですね、うん、で最後12日が、まあ、オーストラリア戦、まあ、オーストラリアは世界ランキング10位ということで、はい、ここも隠してる確率が高いからな。伊藤さんオーストラリアとね痛い経験がありましたからね、うん、あの監督が元中日のリンゴ、はい、デイビッド・ニルソン監督ということで、はい、国内組とマイナー組で構成されてるのが今回の代表、まあね、で去年11月の強化試合のメンバーが中心になっている。でもあの時ってのはまだ調整行ってないし、はい、もうあんまり本気でやるなって言ってる可能性があるわけよ、うん、いやそうですよ、他国だし、はい、いや地元でやるんだったらちょっともうちょっと力入れてやろうよみたいなことは言ったかもわかんないけど、はい、いやいい、もう日本のちょっと状態見ようよみたいな、うん、その時の情報だといいピッチャーがいるっていう情報だったんだよね、はい、やっぱね野球っていうのは6割7割ピッチャーが運命握るからね。そうですよね。豊さん的にはここに佐々木朗希投手、まあ、山本投手どちらかっていうことと思うんですけど、まあ、ね、うん、まあ、だから、まあ、中国、韓国、うん、まあおそらくそうだな、大谷、まあ、2月の末ぐらいに初登板でしょ、はい、だからまあ中国戦を持っていくかな。
大谷で、うん、で韓国戦がじゃあダルビッシュ投手に、確かに まあ、そんな感じがするね。そうですね、一応なんか、うん、まあ、実戦というか試合の中ではダルビッシュ投手もちろん投げてないですけど、やっぱりよりこのチームの輪の中に入ってるとか、そういうのを考えてもしかしたら仕上がりも早いのかなっていう。まあ、ダルビッシュはね、俺は思うのは世界一のピッチャーだから、はい、持ち引きとか理論も含めてね、うんうん、まあ、他のピッチャーと話したりしたことないけど、まあ、ダルビッシュが言ってることだとかいろいろこう出てくるよね、はい、考え方とかも世界一のピッチャーだと思うしね、うん、まあ、そこは一番強敵である韓国にぶつけるかなっていうふうには思うけどね、はい、そうですね。後々のことを考えてくると、やっぱりこの中国韓国でダルビッシュ投手だったりとか大谷投手を当てた方がこの後の日程のこともありますよね、まあ、ローテーションとかね、はい、それ考えると、うん、まあ、先に投げといた方がいい。そうですね、はい、第2先発誰で行くのかっていうのはその試合展開で決まってきますか、それとももう前日から決まって。ああ、もう前日から決まってるよ大体ね、うん、大体このピッチャーで行くっていうね、うん、まあ、第2先発も含めじゃないと調整が効かないから。あ、そうかそうか。中継ぎはもういつも投げるよっていうような状態にいてくれっていうことは話してると思うんだけども、うん、いやだけど普通に我々が考えるのは、まあ、全勝で行くっしょみたいな感じなんだけど、まあ、やっぱ中にいるとね、はい、不安材料ばっかり目がつくんだよね。このピッチャーってハマったらすごいんだろうなとか、はい、まあ、そういうことは考えるよね、うん、だからものすごい胃が痛くなるというかさ、そうですよね、睡眠不足になるというかさ。確かにそうですよね。いくらこの最初のこの4試合が東京ドーム日本で、まあ、いいスタート切ってほしいよな。もちろんそうですよね、もちろん。なんか軽うちで勝ってきた勝ってきた、あ、調子が上がってないって言うとさ、うん、いきなり準決勝準々決勝でさ、うん、向こうの台湾とか、はい、キューバとか、まあ、いろんなチームがいるけども、うん、それに当たりたくはないよね。そうです。ある程度調子が上がってって、うん、パンパーンってフォークビンタで、うん、準決勝行ってトントントン、ね、うん、右ストレートで、はい、ね、KO で、うん、まあ、KO はまだそれでダウン取って、はい、もう決勝はワンツーでもうダウンと。それが理想だね。理想ですよね。理想だよ。そうなんですよね。まあまあ優勝するよ。本当ですか。そう信じてる。そうですね。ああ、そうですね。ただ本当にね、この4試合でまずトップで抜けていって、そこから準々決勝、まあ、準決勝決勝と、うん、まあ、あの準決勝決勝はまたアメリカなので、そうだね、すごくタイトな日本にとってはスケジュールに時差があったりとか、はい、アメリカいいよな。いいですよね、そのままいればいいので。優勝国が開催するっていうふうに決めないのよな、その利権も含めて。そうですよね、やっぱアメリカなんでしょうね。いやだからそれさ、はい、許してたらダメだよね、うん、だからアメリカよりも立派な球場っていうのは日本でももちろんエスコンができてるしさ、はい、ありますから ねこれ利権を優勝国が持っていけるっていう風になったら、アメリカも必死になるだろう。あの多分すごいメンバーで来ると思います。そうだな。それかそう、ね、もうメンバーガタ打ちにして、いやもうその大会をうちはあんまり力入れてないからっていうようなことを言い出すかも。まあそうですね、本当にあのそういう利権大国でもあるので、ね、アメリカは確かにそうですよね。いやそうしよう。え？ワールドカップで優勝したところが利権を取って開催国。はい。WBC で優勝したところがってことですね。そうそうそう、みんな日本に来いみたいな。そうですよね、うん、そうすればまたね、いいメンバーか、はたまたひどい、そう、放映権から何から全部取ってやるみたいなね。そうですよね、うん、そのぐらいのメリットあってもいいですよね。そうそうそう。いやただね、本当に3月9日までもう本当にカウントダウン入っているので、はい、楽しみだね。はい、楽しみにしたいと思います、はい。